大谷翔平選手、ホームラン合戦にとびきりの笑顔を見せるも、エンゼルス4連敗、もうダメかもしれない。海外の反応。昨日は投手として好投を続けながら、ここ10日で3度目となる痙攣。今回は右手中指により、4回無失点ながら降板。ただその後打者としてホームランを放ち驚かせた大谷翔平選手。体の状態が心配されましたが、今日もスタメン出場しました。フィル・ネビン監督が、アイアンマン鉄人、と表現したように、大谷翔平選手は5月3日以来全試合出場で、今日の試合出場により、111試合中リーグ4位タイの109試合、しかも投手としても21登板に出場と、大車輪の大活躍を見せている大谷翔平選手。現在本拠地エンゼルスタジアムでワイルドカード圏内を争うマリナーズとの4連戦中、昨日は大事な初戦、大谷翔平選手が投打二刀流で出場し、投手として4回被安打3無失点、打者として2打数2安打2四球、1敬遠、1本塁打1盗塁と、待望の40号ホームラン、8試合連続ヒット、2試合連続今季33度目のマルチヒットと、投打で大活躍を見せました。なお、期待された2年連続の10勝目、そしてあのベーブ・ルースでも成し得なかった史上初となる2年連続、2桁勝利&2桁本塁打は持ち越しになりましたが、メジャー史上初、40本塁打&150奪三振を複数シーズンで達成。59年ぶり、先発登板した試合でホームラン&盗塁。ライブボール時代1920年以降初、同じ試合で4回出塁し、本塁打を放ち、盗塁を決め、マウンド上で失点を許さなかった最初の選手、という3つのメジャー記録を達成と歴史的な二刀流での大活躍でした。ライブボールって何?と気になる方は昨日の動画で詳しく紹介しているので、概要欄のリンクからご覧ください。ただエンゼルスは、まさかの9回に逆転満塁ホームランで敗戦し、3連敗。これには、大谷翔平選手は、ベンチで悔し涙なのか、エンゼルスと決別を決めた涙なのか、目に涙を浮かべる姿がありました。そんな昨日の試合から一夜明け、今日の試合では、打者として、4打数1安打1四球と、9試合連続ヒットを記録しましたが、特に9回1打逆転サヨナラの場面での空振り三振には、世界中から大きなため息が出る結果となりました。そしてエンゼルスは打ち合いの末敗戦し4連敗。9年ぶりワイルドカードでのプレーオフ進出に向けて、いよいよもう負けられなくなっています。今回は、最近の大谷翔平選手とエンゼルスの状況。今日の試合の大谷翔平選手の全打席の様子。今日の試合終了時点でのエンゼルスの最新順位。今日の試合終了時点での大谷翔平選手の最新の成績をまとめて紹介します。最近の大谷翔平選手とエンゼルスの状況。これまで贅沢税は払わないで有名だったエンゼルスのモレノオーナーは、金のことは気にするな、とペリー・ミナシアン GM に語り、立て続けにトレードで6人の強力な選手を獲得と、贅沢税を超える補強をし、本気でプレーオフ進出を目指す姿勢を明らかにしたエンゼルス。これに伴い大谷翔平選手のリミッターは解除。7月24日から30日の1週間で、打者として6試合打率3割、ホームラン3本、4打点。投手として1登板9回被安打1無失点が評価され、自らが持つ日本人メジャーリーガー最多記録を更新する今季3回目通算7回目の週間 MVP を獲得。さらに7月の打者として23試合打率2割8分2厘、本塁打9、打点14、出塁率4割4分7厘、長打率7割5厘、オプス 1.152 が評価され、自らが持つ日本人メジャーリーガー最多記録を更新する今季2回目、2ヶ月連続、通算4回目の月間 MVP を獲得、と投打で大活躍を見せています。エンゼルスは、今日試合前時点で今季56勝54敗とし、68% の試合を消化した段階で、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は県内3位とは4ゲーム差の県外7位につけています。なお、マリナーズとの4連戦後は、ナ・リーグ西地区2位のジャイアンツとの3連戦、休養日を1日挟んで、敵地でア・リーグ西地区の上位チーム、アストロズとレンジャーズとの6連戦と厳しい日程が続きます。プレーオフ進出、ここが正念場と言えます。今日の試合の大谷翔平選手の全打席の様子、同地区そしてワイルドカードを争うマリナーズとの4連戦の2戦目に2番 DH で出場した大谷翔平選手、打者として2試合連続41号ホームランなるか、9試合連続ヒットなるか、そしてエンゼルスは9年ぶりのプレーオフ進出に向けて連敗を止め大事な1勝なるかが注目された今日の試合。さて今日の結果ですが、大谷翔平選手は第1打席1回裏1死の場面で空振り三振、
第2打席3回裏無視1塁の場面でフォアボール。第3打席4回裏西の場面でツーベースヒット。これで9試合連続ヒットを記録。第4打席6回裏西の場面で空振り三振。第5打席9回裏無視1、2塁の場面で空振り三振と4打数1安打1四球と9試合連続ヒットを記録しましたが、特に9回1打逆転サヨナラの場面での空振り三振には世界中から大きなため息が出る結果となりました。今日の試合終了時点でのエンゼルスの最新順位、凄まじい点の取り合いでリードされては同点を繰り返しましたが、最後は力負け。エンゼルスは7対9で残念ながら敗戦し4連敗となりました。今季56勝55敗とし 68.5% の試合を消化した段階でア・リーグ西地区5チーム中4位、プレーオフ進出条件の地区優勝の3チームプラスワイルドカードのワイルドカード順位は県内3位とは5ゲーム差の圏外7位につけています。そしてワイルドカードを争っている6位ヤンキースとは4勝2敗で勝ち越しが決定、5位レッドソックスとは4勝3敗で勝ち越しが決定、4位マリナーズとはあと5試合残し4勝4敗としているため5試合中3勝すれば勝ち越し、3位ブルージェイズとは2勝4敗で負け越しが決定。勝率で並んだ場合は直接対決で勝ち越したチームが上位になるため勝率でブルージェイズを上回る必要があります。またプレーオフ進出ラインと言われる90勝に到達するためには残り51試合で34勝17敗を達成する必要があります。今日の試合終了時点での大谷翔平選手の最新の成績、ホームランは111試合で40本、後半戦20戦8発で年間 58.4 発ペースとし、メジャー全体で2位に3本差、ア・リーグで言えば11本差をつけホームランキング独走。そして昨季のアーロン・ジャッジ選手は111試合目までで44本放っていたので4本遅れているペースになります。本気で60本台ホームラン王、そしてア・リーグホームラン記録62本を超えるかもしれません。投打すべての主要指標でチームナンバーワンと全冠。データ更新が遅いので今日試合前時点ですが MVP 選考で最も重視されると言われる総合的な貢献度を表す指標をではメジャー両リーグで2位に2.2の大差をつけて1位、ア・リーグでは2位に 3.8 の大差をつけて1位。なお打者としてだけを見ても DH ということで守備のマイナス補正が入るにもかかわらずメジャー両リーグ1位、投手としてはリーグ18位、特に打者として大活躍を見せており、打率3割超&ホームラン、三塁打数、敬遠数、塁打数、長打率、オプスがメジャー両リーグ1位&出塁率、四球数がリーグ1位という圧巻の成績を残し、ホームラン王だけでなく三冠王も目指せる異次元の活躍を見せています。ア・リーグ MVP を取った2021年と様々なメジャー新記録を成し遂げた2022年と現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズン打者としてはこれらの年を凌駕する成績を残していることがわかります。MVP、ホームラン王、ア・リーグホームラン記録更新、三冠王、22年ぶり MLB の負の記録を断ち切る400塁打、楽しみに応援したいと思います。なお、塁打は一般的にシーズン300塁打を超えるとその年を代表する強打者といえます。それを100上回るシーズン400塁打は、2001年を最後に22年間達成されておらず、現在大谷翔平選手は406塁打ペースとなっています。また、本塁打王と三塁打王に輝けば、実に45年ぶり4人目の快挙となります。さて、大谷翔平選手、打者として過去最高の前半戦を終え、打者としては例年調子が悪くなると言われていた後半戦、これまでのジンクスを打ち破る週間 MVP と月間 MVP と早速獲得と大谷翔平選手の勢いは止まりません。特に7月15日からの後半戦20試合の打撃成績は、打率3割4分8厘、本塁打8、打点11、出塁率5割2分7厘、長打率7割8分8厘、オプス 1.315 という圧巻の成績を残しています。今日は最後期待された場面で三振のイメージが強くなってしまいましたが、1本ヒットを放ち9試合連続ヒットを記録と後半戦の打撃成績を見れば分かる通り絶好調と言えるでしょう。そしてエンゼルスは4連敗、現実的に厳しいと言わざるを得ませんが諦めてもしょうがないです。プレーオフ進出に向けて切り替えて明日の一戦勝ちましょう。明日の試合も注目です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。